クラピアをナイロンカッターで刈り込んでみました。クラピアを刈り込む方法はいろいろとありますが、今回の動画では刈り払い機にナイロンカッターをつけてクラピアを刈る方法についてお伝えしたいと思います。使用する道具はエンジン式の刈り払い機とナイロンコードカッターです。まず最初にナイロンコードカッターについて詳しく見てみたいと思います。画像は左からナイロンコードカッター、真ん中が金属刃、右側が自動繰り出しタイプのナイロンカッターです。ここで注目してほしいのはカット面の高さです。クラピアのランナーは地面スレスレを張っているので、カット面が低くないと刈れません。ナイロンコードカッターは刃押さえのナットが本体の中に収まっているので、ナイロンコードの出る高さが地表面から1センチ程度です。金属刃は刃押さえ金具の高さが2センチはあるので、おのずと地表面から2センチになります。自動繰り出しタイプは繰り出しボタンが下に出っ張っているので、コードの高さは4センチ以上になります。ということで、クラピア用として低く刈ることができるナイロンコードカッターを今回は使用することにしました。はい、それでは早速ナイロンコードカッターにコードを取り付けます。まずは本体の3つの穴にコードを折り返して差し込みます。左右対称に差し込んで、くるくる巻いて、対角の位置にコードを出します。長すぎるときはペンチ等で短くカットして揃えます。コードを取り付け終わったら、刈る前に試運転します。コードを回すには思いのほかパワーがいります。長いとその分力がいるので、回してみてエンジンに負担がかかっているようでしたら、コードを短く切ってあげましょう。はい、刈り払い機の準備が整いましたら、次に用意するのは保護具です。怪我をしてからでは遅いので、保護メガネ、フェイスガードは必ず着用しましょう。作業の様子は動画のバックに流していたので、ご覧いただけたと思いますが、ここでクラピアの刈り込みにナイロンコードカッターを使った場合のメリット、デメリットについてお話しします。まずはメリットについてです。手刺し巻き込み式のナイロンコードカッターは1センチの低さまで刈り込むことができます。操作に慣れるとかなりの速さで刈り込むことができるので、芝刈り機よりも速いと言われる方もいました。ナイロンコードなので塀際などの際刈りも可能で、コードをバチバチ当てながらきれいにカットすることができます。はい、次にデメリットですが、平らなところでは問題ありませんが、地面が凸凹だとトラ刈りや石跳ねが発生します。石が勢いよく飛ぶので飛び石対策も必要です。刈り込み前の石拾い、窓ガラスなどは割れないように養生をしましょう。刈りかすも飛ぶので掃除が大変です。広い面積であればブロワーやバキュームなどを用意する必要が出ます。ご覧いただいている動画はブロワーで刈りかすを飛ばしている様子です。ブロワーも刈り払い機も結構音がするので、住宅地などで使用するのにはちょっと難しいかもしれませんが、郊外などで広いお庭にクラピアを植えている場合には、今回使用したナイロンカッターでの刈り込み方法も使えると思いますので、参考にしていただければと思います。はい、以上で今回のお話はクラピアをナイロンカッターで刈り込む方法についてでした。クラピアチャンネルではこうしたクラピアに関しての情報を引き続き発信しています。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。